はい、どうも皆さんこんにちは、サイテーマンです。ゼルダのです、第一の汽笛、続きですね、やっていきましょう。前回、ディーゴとですね、戦いまして、他に回復も何もないということなんで、多分この後ボス出ないと思います。ディーゴが逃げていきましたね。満身創痍のディーゴが逃げ込みましたということで、今回もやっていきたいなと思います。ゼルダはどこ行ったんでしょうか。はい、じゃあやっていきましょう。ディーゴはイズコへ。そして、魔王は復活したんでしょうか。どうなった。そしてシャリン様もまあ一応ね、死亡が確認されてないので、もしかして生きてる可能性もありますね。ゼルダ来てるか一応この武装した状態で行くんだよね、ゼルダはね。元に戻らずにね。なんかまがまがしい BGM になってますね。そして俺体力ないですよ。ん？シャリン様か。キマロキ、マラド復活の守備は。キマロキって言って、あ、もう、あれなんだ。敬語とかじゃないんだね。ん？不気味だね。ディーゴ様、あ、こっちが敬語だったっけ？あなたにはがっかりですよ。なんだと？え？あんな奴らも片付けられないとは。見てたんだね。ま、時間稼ぎにはなりましたけどね。ご覧なさい、魔王様復活の時ですよ。え、ゼルダやん。え、ってことは俺についてるファントムは、どういうこと。で、俺の横にいるの誰じゃ。うわ、私の体が、あ、そうかそうか、ゼルダの本体の体だ。魂だもんね、こっちはね。そうだそうだ。魔王様ご復活おめでとうございます。マラドー、魔王マラドーよ。復活を遂げさせてやったのは私だ。我に力を。ディーゴ、お前死亡フラグが立ってるぞ。師匠にだから従っときゃよかったんだよ。だから、うわ、ディーゴ、ご協力ありがとうございました悪いな。しかし簡単に騙されてくれましたね。これでもディーゴも悪いよ。これ魔王様が力をくれるわけないじゃありませんか。忌まわしい神の使いの一族なんかに。一応力なき攻撃打ったけどダメです。もうディーゴに力残っていません。バーカバーカ、騙されてやがんのこの間抜け野郎、ひどいな。さあ魔王様、まずはこいつらから血祭りに。まだ完全じゃないね。どうもマラド、魔王様まだお殻が馴染んでおられないようですね。やむを得ません。ん？何をする。おっと、何これ。魔王、こっちが魔王じゃん。あったね、こんな列車ね。よくお聞きなさい、忌々しい神の番犬ども。魔王様が完全に復活なさるとき、それがあなたたちの最後です。震えながらその時を待っていなさい。魔王乗り込んだよ、列車に。なんだよこの列車も。ほんでレールないのに走れるとかぶっ壊れじゃん。俺どんだけ今までレール走ってきたか。あ、ゼルダの声初めて聞いたんじゃない。これ初めてじゃないか。私の体返しなさい。コミカルなんだよな、なんかこいつが言うと。無駄じゃ、戦え、たとえ戦っても今のウルシナでは奴は倒せん。お前が言うなよ、ディーゴ。ん？あ、シャリン様や。生きてたんや。ディーゴと戦って死んだと思ってたけど、なんもなかったんすかね。戦いが起きなかったんすかね、あの後。シャリン様、幽霊じゃないですよね。
お主に言われとうないわいって。それはお主じゃろ。わしはこの通り生きておるわ。リーゴがとどめ刺さなかったんですね、じゃあね。さて、リーゴは死んだ？生きてんのかな？心強い仲間になってくれればいいんだけどね、改心してくれてね。そうだったのですか。どうなったの？あの後。生きてますか、まだ。うぬ。わしはこやつに敗れた。うん。何のかんのと言っても大したやつよ。たかが100年やそこらの修行でわしに勝つのじゃからな。こやつなりの努力は尽くしておったのじゃろう。とどめは刺さなかったんだね。だからやっぱり師匠だから。シャリン様、マラドーが復活してしまいました。結構いいやつやん、ディーゴ。奴がお主の体に完全に馴染んでしまえば。かつての神であっても封印することは叶わぬやもしれん。乗っ取ろうとしてるのがゼルダの体なのがまずいよね。一番まずい人間の体乗っ取ろうとしてるから。そう、一番強い人間の体を乗っ取ろうとしてるからね、ゼルダの体っていうのは。もう誰も止めれないですよね。それほどのものじゃよ、お主の体に宿る力は。そうなんだよ。だからゼルダ姫なんだよ。何か打つ手立てはないのでしょうか。ようやく追い詰めたと思ったんですが、神の塔も復活させてね、逃げられましたね。ないこともないが、伝説の戦いで神がお使いになった武具、光の弓矢。あれならばマラドの魂をお主の体から追い出せよう。光の矢なんだ、やっぱり。魂に戻ったマラドに残された時間は幾ばくもない。放っておいてもすぐに命が尽きるはずじゃ。しかし、しかし、マラドの魂を無理やり引き剥がすのじゃ。その時お主の体はどうなってしまうか。下手をすればお主の魂を受け入れることはもうできんかもしれん。マラドも長くはないんだ。復活はしたけど。ハイテーマ、私がもしもずっとこのままだったら、一生こんな姿のままだったら。なんでコミカルに見れるんだろう、こんな深刻な場面なのに。どうすれば戻れるよ、ずっと一緒。戻れるよって言ってあげますか。この体のままでもずっと一緒っていう手も面白かったですけどね。ありがとう、サイテーマ。シャリン様、その弓矢はどこにあるのですか。お主たちが足を踏み入れておらぬ最後の神殿。あるんだ、まだ神殿。まだ神殿が残ってました。火の神殿が最後かなと思われたんですが、砂の神殿。なるほど。砂漠に行くと思いますみたいなことを僕言ったじゃないですか、いつぞや。でも、あ、火の神殿かみたいなんで訂正したんですよ。だいたい最後の神殿って砂漠だから、次は砂漠でしょうっていう予想を立てたと思うんですけど、火の神殿に行ったんですよね。で、やっぱり最後は砂の神殿でした。火の神殿は今まで以上に手強い。今まで以上に手強い。今までも相当だったよ。光の弓矢を預かる場所だけあってな。ってことは俺最後の演奏じゃないの、前回の。俺サムネイルで最後の演奏って載っちゃったけど。大掛かりな仕掛けが多く、そして謎も深い。で、このスタッフ、任天堂のこの大地の汽笛を作ってるスタッフが謎は深いって言ってるって、よっぽどだよ。お主らの知恵が試されることになるじゃろう。でも恐れている時間はありません。行きましょう、サイテーマン。マラドたちが再び動き出す前に。もうディーゴはもう大丈夫なんでしょうかね。シャリン様、この方をよろしくお願いします。うん。シャリンもかわいそうなやつですね。この大地の汽笛以降、一切出てこなくなりましたからね。良いのか、お主の体を奪った相手じゃぞ。ええ、ですから私の体を取り戻したら、え？たっぷり、お小言を言わせてもらいますわ。笑ってる。めっちゃ笑ってる。聞いてた、ほんで。聞いてた、ネタ振りしてくれてた、空気読んでくれてた。さあ、では光の弓矢を取りに砂漠に向かいましょう。はい、これが正真正銘最後の戦いになります。砂漠ですね。やっぱゼルダの最後といえば砂漠ですよ。ゲルド地方、
ゲルド族いるんかな。生き残っていればゲルド族いると思いますが、とは言っても砂漠までの線路はつながっているのでしょうか。ゲルド族生き残ってるかな。どうだろうな。案ずるな。このフォースが砂漠の奥へと行ける線路を出現させるじゃろう。シャリン様が最後に持ってたフォースってことか。シャリン様、知ってるかと思うが、フォースは人が人を思う感謝の印じゃ。わしも心の底はお主たちに感謝しておる。なるほどね。わしらは何も手伝ってやれんが頼んだぞ。必ず光の弓矢を取ってきます、シャリン様。ディーゴに行かせろよ。あいつ仕事早そうだぞ、ディーゴ。感謝の気持ちであるフォースをもらった海の大地の石板が輝き出す。海の大地から左上。あったね、左上。どうやって行くんだろうって思ってたところ。新たな戦闘が現れた。あそこ行ってなかったですね、確かにね。さあ、海の大地から砂漠に向かいましょう。砂漠っていうか、ビーチじゃん。さて、砂漠に入るんですが、どこに行けばいいんだろうね。とりあえず砂漠の入り口まで行きますか。さて、出発です。これが大地の汽笛、最後のチャート、最後の攻防になるかなと思います。いやー。ペリーも一応いるから、なんか買い物しててもいいんですが、なんかね、マップというかダンジョンに入る前、祠に行く前に一悶着あるんですよ、毎回毎回。右下だったら1、2、3番の順番に行かないといけなかったり、だからここも何かあるんじゃないかなという予想が立てれるんですけど、さてどうなるか。大きな石像ですね。一体誰が作ったのかしら。誰だろうね。ゲルド族じゃないの、こういうの作るのって。大体生きていればですけども、まあこれ新たな大地なんでね、ゲルド族も降り立っていれば生きてるんじゃないかなと思うんですが、さてモンスター来ましたが、てか目的地どこに行けばいいんだろうね、これ。ガレオスみたいな来た。目的地がわからないので、進路とりあえず、ここは怪しいから、ここ行ってみますわ。はい、なんか目的地ありましたね。泊まれるとこありますね。ここちょっと一旦停車します。いいですね。まずは、聞き込みから行きましょう、駅で。砂の祠。あ、祠ついたよ。祠つきましたよ。ほうほうほう。てか結局わからずじまいだった、爆弾の目の前に置いてるなんか銅像みたいなやつ、あれ使うんかな。熱くて体が溶けそうですね。とは言っても私の体はないですが、はあ今頃どうなっているのでしょうか。私の体乗っ取られたね、魔王にね。ちょっと BGM が違いますね、今までとね。さて、砂漠普通に入るとおそらく沈んでしまいますので、この道ができてるっぽいところ、石段のところを進んでいきますが、さてと、爆弾花があるんですけど、この銅像が何に使うか分かんないんだよね。これ爆弾仕掛けでいいのかな、これ。はい、爆弾で破壊できたのかな、この銅像って。そもそもとしてできないよね。何に使うのこれ、そもそも。見つめ合う石像の視線、交差する場所。あ、単なる石像なんだこれ。別に何かってことでもなしに。見つめ合う石像の視線、交差する場所、我はある。見つめ合う石像の視線。石像って、このマップ内にある石像じゃなくて、外にありましたよね、モアイ像みたいなやつ。見つめ合う石像の視線、交差する場所、我はある。外かもね、これもしかしたら。ここ関係なく、ここ通る必要ね。別に関係なかった、通れないか。 OK、 じゃあ見つめ合う石像っていうのが多分フィールド内にあると思うので、それをちょっと見に行きますか。モアイ像があったんですよね、外に。それをちょっと確認します。ここじゃあ何なんだろうね、あの右の銅像やら何やら。あれ結局分からずじまいだわ。あれなんかあるんだと思うんだよな、絶対。でもさて、銅像の位置、見つめ合う場所の交差するところを探っていきます。さて、まずは石像の位置確認しましょう。右の方にありましたね、石像ね。左にありますね、正面に石像あり。
表面に石像あり、ちょっとマップで描きます。正面に石像あり、今見てるところの正面だから、いやこれマップ描くって言ってもわからん。ここの交差する場所迎撃して、交差する場所に何々みたいになってるんですよ。これが見てる、見つめ合う先、見つめるだから、このこれが怪しいよね。この真ん中のこの岩みたいなやつ、多分ね。で向こうにも石像があったんで、これが怪しいわ、どう考えても。このこれがなんか壊せる場所でもあるんじゃない、これ。はい、わかりました。石像同士が交差する場所ありってことなんですけど、この外のね、線路を調べていても何にもなかったんですよ。で、このマップ何かというと、外のマップとそっくりなんですね、このマップが。で、さっきの銅像が見つめていた先が、銅像が多分この辺にあったんですよ。で、こっちを見てたんですね。で、この辺に銅像ももう一個あって、で、こっちを見てたんですよ。だからここじゃないかなと。外をいくら調べてもしょうがないんですよ、これ。なのでここに何かあるんだよ、多分。ここでだから発掘の歌なんじゃない？視線が見つめ合う先っていうのもあったけど、発掘の歌をここで吹けば多分あるんでしょ、これ。ダイヤ黄色、ダイヤ赤ね、ってことだろう、多分。同じなんですよ、よく見たらね。オッケー、これでいいんじゃないですか。ここに埋まってんじゃない、何か。どうだ、何も埋まってない。見つめる先ってここだよ。でもちょっともう一回確認しますか。ここなんだけどな、このね、右のマップね、よく覚えておいてほしいんですよ。で、外のね、マップがね、そっくりなんですよ。でも銅像の見つめる先って今の場所で合ってるんだけどな。ほら、これそっくりじゃないですか。銅像の見つめ合う先って今の場所で合ってんだけどな。銅像同士が交差する場所って言ってたけど、交差も何もね、銅像2体しか出てきてないんですよ。違うのかな。銅像もう一回ちょっと確認しますか。銅像でも同じなんだけどな、場所。これさ、もうどこ吹いてもね、ダメなんですよ。で、この辺なんですよ。で、この辺を1センチ刻みでね、こう吹き続けてるんですけど、ダメなんですね、これ。もうこのどこ吹いてもダメなんですよ。だからこれもう間違ってんじゃないかなと思って、この吹く発掘の歌じゃなくて、光の歌とかさ、俺が覚えてない、これとかね。それか、もうここにこれ見ようがしに置いてる、この爆弾で、この交差点のこの辺とかね、どうみたいな。違うよね。でもこの爆弾何なんだっていうところもあるよな。でもここなんですよ、石像の場所的に、どう考えても。で、右上に1個あって、マップ的にはね、右上にここに1個あったんですよ。で、ここにも1個あるしよ。で、ここにも1個あって、で、この辺にも1個あったんですよ。で、だから交差するって言ったら、もう、この辺りなんですよね。で、吹いてるんですけど、一向にダメなんですよ。はぁ、まあでもね、シビアじゃなくてよかったですよ。まだその、デレデレン、デレデレンの発掘の歌が。この辺にだから爆弾やっていくか。だからこっちにも爆弾あるってのもミソだよね。だからこっちにも一応爆弾で発掘できますよっていう感じにしてくれてるっていうことだから。おっと、ほら、そうやん。だから発掘の歌じゃないんかいな。もうだってここ吹いてたもん、発掘の歌で。どう考えてもこう交差してる場所だから。発掘の歌ちゃうんかい。そして、ここが、砂の祠ですね。で、散々発掘の歌で吹いた後、吹いた後ね、ありますよ。消耗させてるね、ボディ、ローキックのようにね、効いてるんですよね、さっきの散々吹かされたっていうのが。
でまた演奏会ですか。前回俺ラストですって言ってサムネイルで俺載せたけど、あの初めまして、あなたがこの大地を治める賢者様ですね。まあでもまだ肺活量残ってますよ。私たちシャニー様にあなたのことを聞いて。おお、よくぞ参られた姫様。それに少年よ、我が輩の名前は天だ。天だ。この砂の大地を守るものだ。とんでもない鉄壁でしたよ、この砂の大地。どんな謎解きよりも鉄壁でした。発掘っていう風に見せかけておいて、あの砂浜、砂っていうので発掘っぽいじゃないですか。なんか見せかけておいて、でこれまで発掘を散々させておいての初歩的な爆弾という、二重トラップね。この大地の賢者様はボイラ様とはまた違った感じで威厳のある方ですね。ボイラに失礼ですよ。ああ、ボイラのことか。暑苦しいやつじゃったろ、相変わらずじゃの。まあよい。ところで少年よ、お主は線路を復活させに来たんじゃろ。うん。おお、良い返事だな。復活させてくれ、もう演奏なしで。よかろう、はるばるこの地まで来たお主の熱意に我が輩も応えようではないか。もう分かっているじゃろうが。しかもさ、こんなところで吹いたらさ、周り砂だらけじゃないですか。もうぐわってなるよ、砂がぐわってこう入ってくるよ。消えてしまった線路復活のために少年よ、お主の力が必要じゃ。復活の歌を出しておる、なんだっけ、確信です。あー、もう説明いいです、説明いいです。やりたくないからなんだっけって選んだんですよ。やりますよ。これ森長長え、あ、でも簡単だわ。黄緑、白、青、白、青、あ、最後飛ぶんだ。もうこれ練習とかいいわ、何の意味もないんで練習。もうやりますよ。あと練習とちょっとテンポ違うし、黄緑、白、青、白、青、黄緑。勘弁してくれ。早吹かんかい。むずっ。ちょっとごめんなさい、これね、時間かかるわ、これまた。ダメだ、これ、無理。ダメですね、これね。また時間かかりますね。むずすぎますね。練習したじゃろうって。今のでダメっすか。今の完璧だったけどな。今のでダメなんだ。完璧でしたよ、今の。完璧ではなかったですけど、多めに見てほしかったですよ、今の。完璧、ありがとうございます。これほどマスターしたあれはないですよ、もう今回ほど。コツはフーフーフーの刻みでしたね。前回ラストの演奏かと思われたんですが、実はまだあったというね。そして外の砂浜で消耗させられている状況の中でやらされるという、これが本当のラスト演奏となります。砂気にならんのかい、ほんで。これすごい、俺だったら、普通の人間だったら砂粉塵飛んでるわけじゃん。まあまあいいですよ、何はともあれ成功しましたからね。これで、ラスト砂の神殿突入することができます。天田とのセッションに成功した。海の大地の石板が輝き出す。あそこが砂の神殿、ピラミッド状になってますね。かなり難解なダンジョンだということなんですが、新しい線路が現れた。砂の神殿までの線路が復活したぞ。ウォホン。
少年よ、線路を復活させたお主に伝えねばならぬことがある。砂の神殿にたどり着くには3つの試練。まだあるんですね。試練を通過せねばならぬ。1つ目は闇に迫る大目玉、2つ目はさまよいのトンネル、3つ目は侵入を阻む神殿。侵入を阻む神殿はもう言わずもがな砂の神殿のことだと思うんですよ。で、闇に迫る大目玉っていうのはいましたよね。どこかの洞窟に目玉で襲ってくるやつで、さまよいのトンネルと、何が待ち受けておるかは少年よ、お主自身の目で確かめてみるがよい。やりましたね、祭典。3つの試練、一体どんな試練なのでしょうか。大体想像つくね。トンネルの中で俺が襲われるんだろうね、これね。今のも直訳するとね、大目玉に襲われるんでしょうね。とにかく砂の神殿に行きましょう。ありがとうございます、天田様。お主たちが無事に光の弓矢を持ち帰れるよう祈っておるぞ。あれ、俺光の弓矢なんてワードをあなたに言いましたっけ。おやおや、いや、そういうゲームじゃないから、これいつもやってる考察ゲームじゃないですから。てか光の弓矢って言ったか俺この人に。はい、ということで線路が復活しました。で、3つの試練に挑むというところなんですけれども、今回は一旦この辺でこのパート切ろうかなと思います。で、線路が上に一応つながったのかな、さっきのところから見るに。そこから向かっていくことになるかなと思います。さて、いよいよ大詰めに入ってるんですが、結構実は3つの試練一体何があるのでしょうか。では出発しましょうということで、上に線路が伸びておりますので、そっちに行けるかどうかを確認してこのパート締めようかなと思います。行けますよね。ほら、こんな感じでやったんですよ、銅像の場所からね。あ、上から行けそうですね。こっちから火の大地の方に入り、上から入って戻ってくるってことなんでしょうね。はい、ということで、今回は、この辺でこのパート締めようかなと思います。ということで、また次回のパート、火の大地に侵入したというところからやっていこうかなと思います。ということで、また次回のパートをお楽しみに。サイテーマンでした。ありがとうございました。